皆さんこんにちは、しののめしのです。今回紹介する SCP は、アイテム番号、SCP-1879-JP、琥珀の時間、冥脈砥石。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル、SCP-1879-JP はサイト8122の低強緯度物品収容ロッカー内に保管されます。SCP-1879-JP の取り扱いはセキュリティクリアランスレベル4以上の職員1名の許可を得た上で、学芸員資格保持者の職員の監督の下で行われます。SCP-1879-JP に関連する言説にはカバーストーリー、資料汚染を適用してください。古生物学及び古環境学に関連する研究機関は SCP-1879-JP に関する検閲を受けます。他の研究機関による SCP-1879-JP の入手を防止するため、カカ昆虫の保存されたミャンマー産琥珀は現地から購入し、古脊椎動物学会を通じて財団以外での流通を規制されます。説明。SCP-1879-JP は、ミャンマー北部カチン州から産出した約1億年前の複数の琥珀に保存された、一筋島科、アイズアルボピクタス、に類似するカカ昆虫です。SCP-1879-JP は胃内容物が良好な状態で保存されており、ほぼ完全な DNA が検出されています。これは基地の非常の DNA の保存期間を優位に強化しています。SCP-1879-JP に保存されていた DNA を元にクローニングを行ったところ、基盤的なハドロサウルス上科やテリジノサウルス科をはじめとする複数種の植物食恐竜が復元されました。いずれもミャンマーで当該の恐竜化石は産出しておらず、親族新種の可能性があります。また、復元された2種の植物食恐竜はいずれも異常性を示しませんでした。発見経緯、SCP-1879-JP は日本の、大学大学院理学研究科に在籍する、市の修士研究において発見されました。市は SCP-1879-JP の胃内容物から生物の DNA の抽出とゲノム解読に成功し、研究成果を、市に投稿しました。査読を担当した。研究員が興味を抱いて現地を調査したところ、ミャンマー産琥珀中のカカ昆虫はいずれも胃内容物の保存状態が極めて良好であり、内部の核酸の保存が確認されました。一方、他のハエ目やそれ以外の目などカカに属さない昆虫の保存状態は非常の琥珀と有意な差が確認されず、SCP-1879-JP の異常性は琥珀ではなく保存されたカ個体に依存することが示唆されました。異常性を確認した財団は、市と同研究室に所属していた学生、教官に B クラス記憶処理を実施しました。市の論文は資料汚染を根拠とするリジェクトを受け、同紙を発行する日本。学会は財団による検閲の強化が決定されました。追記、恐竜と共に抽出された SCP-1879-JP 自体の DNA でクローニングを行ったところ、発生した過個体、以下、SCP-1879-JPA に異常性の遺伝が確認されました。成熟した SCP-1879-JPA は、全身の周囲を液体あるいは個体の基質で隙間なく充填された際、生命活動を停止すると同時に強固な破壊耐性を獲得することが判明しました。現時点で基質内の SCP-1879-JPA を破壊する試みは全て失敗に終わっています。SCP-1879-JPA の破壊耐性は体表面の、パーセントを占める基質が除去された場合に解除されます。基質を除去、あるいは基質から摘出された SCP-1879-JPA は、破壊耐性を失うとともに生命活動を再開します。以上から SCP-1879-JP の異常性は蚊に由来することが断定され、SCP-1879-JPA を用いて以下の実験が行われました。実験記録1。手法、各種基質を充填し、充填中及び摘出後の様子を観察する。結果、基質、冷水。充填時間、5分。結果、摘出後、一切の後遺症を示さず生命活動を再開した。基質、コンクリート。充填時間、7日。結果、摘出後、一切の後遺症を示さず生命活動を再開した。基質、製薬の市販殺虫液。充填時間、1分。結果、摘出後、生命活動を再開したが、直後に死亡した。基質、
1.0×10 のマイナス3乗モル毎リットルの塩酸。気質、98.0 度の熱湯。充填時間、1分。結果、摘出後、生命活動を再開した。軽微な熱傷が確認された。考察、SCP-1879-JBA は気質充填中に気質の化学的性質に耐性を示す一方、摘出後は大量に付着した気質に対し化学的、性化学的耐性を示さなかった。しかし物理的耐性を有するのか、熱の影響は想定を下回るものであった。実験記録に、手法、高温あるいは低温の気質を充填し、サーマルカメラで SCP-1879-JPA の温度変化を観測する。結果、気質、850度の塩化ナトリウム。充填時間、10分。結果、摘出直後に融解し、死亡した。摘出まで SCP-1879-JPA の温度変化は確認されなかった。気質、マイナス200度の液体窒素。充填時間、10分。結果、摘出後に生命活動を再開したが、重度の凍傷が確認された。摘出まで温度変化は確認されなかった。考察、SCP-1879-JPA は気質充填以前の温度を維持した。当該特性が破壊耐性の部分的な作用であるか検証が必要であろう。現在、回収された SCP-1879-JP を用いた古生物のクローニング及び SCP-1879-JPA の条件付き破壊耐性の基準の研究が進行中です。警告。以下の内容はレベル4、1879-JP 機密情報に指定されています。レベル4、1879-JP 承認を経ないアクセス事項は記録され、即時懲戒処分の対象となります。ログイン資格を提示せよ。要レベル4。1879JP クリアランス。アイテム番号。SCP-1879JP。オブジェクトクラス。タウミエル。特別収容プロトコル。SCP-1879JP はサイト8122の提供井戸物品収容ロッカー内に保管されます。古生物学及びフル環境学に関連する研究機関は SCP-1879-JP に関する検閲を受けます。他の研究機関による SCP-1879-JP の入手を防止するため、カカ昆虫の保存されたミャンマー産琥珀は現地から購入し、フル脊椎動物学会を通じて財団以外での流通を規制されます。SCP-1879-JP 及び SCP-1879-JPA について想定される本来の運用はプロトコルクオンタムを参照してください。K クラスシナリオの発生時に本文書の閲覧制限は解除され、レベル4、1879-JP クリアランスを持たない職員及び民間人に対し開示、ルフされます。説明、SCP-1879-JP はミャンマー産琥珀に保存された一筋島か、アイズアルボピクタス。に類似するカカ昆虫です。SCP-1879-JP の異常性はクローニングにより発生した SCP-1879-JPA と同一であると考えられます。SCP-1879-JPA の異常性は全身の周囲を液体あるいは固体の気質で隙間なく充填された際に発現します。周囲を充填された SCP-1879-JPA は気質による圧密という形で常時観測下にあるため、量子ゼノン効果の影響下に置かれると推測されています。特定条件下の生物体における量子力学的事象の発生は極低温環境に置かれた横綱クマムシ、ラマゾティアスバリーオーナタスにおいて報告されており、SCP-1879-JP にも当該効果が生じている可能性が、博士により指摘されました。量子ゼノン効果に基づく理論は各種実験記録と整合的であり、他に有力な仮説が存在しないことから、当該仮説が採択されています。量子ゼノン効果の下で粒子は時間発展が阻害され、初期状態を維持します。すなわち気質で周囲を充填された SCP-1879-JPA は挙手的には状態が固定され、破壊耐性に類似する性質を獲得します。体表面の、パーセントを占める気質が除去された場合、SCP-1879-JPA は効果から解放されます。量子ゼノン効果は体内の物質にも及びます。DNA の半減期を無視した半永久的保存が可能であることから、日本シブリ次会は SCP-1879-JP のタウミエルクラスオブジェクトとしての活用を検討しました。
現在、SCP-1879-JP は下記の2通りの活用法が提唱されています。第1案、推定遺伝子領域の機能推定を行い、SCP-1879-JP への量子ゼノン効果をもたらす遺伝子領域を DNA 断片として抽出する。また遺伝子、身体機能、脳機能、精神状態の4観点に基づいて選別した人、ホモノクターナス。500名および複数種の家畜、野生動物から細胞を摘出し、SCP-1879-JP の DNA 断片を挿入した後、クローニングによる培養、育成を行う。生成熟を迎えたクローン個体は樹脂または氷床永久凍土に封入し保管する。第2案、SCP-1879-JP をクローニングにより培養し、体内に人及び主要な生物種の体液を注入する。注入の完了した個体を樹脂に封入した後、地中に保管する。決議。長期間に及ぶクローンの育成、均衡弱性の回避に不可欠な個体群規模、気質脱出時の非同時性などの諸課題を鑑み、第1案は否決されました。決議の結果、これら諸課題を解消した第2案が採択され、日本支部理事会は SCP-1879-JP のタウミエル指定を正式決定しプロトコルクオンタムを策定しました。プロトコルクオンタム。レベル4、1879JP、クラスファイルド。前提、本プロトコルは GH クラス、デッドグリーンハウス。シナリオに対する人類の復興支援策として策定された。SCP-1879JP は、本来の保存期間を超越した物質の長期保存を可能とする、革新的収納容器として活用される。手順解説。一般的な一筋島科の生態に合わせ、SCP-1879-JP の個体数を維持した培養、育成を行う。この際、可能性決定を支配する mRNA 全個体の選択的スプライシングを操作し、オス対メスの性比を3対14に調整する。発生した SCP-1879-JP からは寄生虫、細菌、ウイルス、プリオンタンパク質など病原体を除去し、衛生管理を徹底する。人を含む、可能な限り多くの非常の生物種の DNA サンプルを採取する。収集の効率を高めるためサンプル採取は財団エージェントが行う。なお、エージェントには収集の理由として虚偽のカバーストーリーを適用し、必要があれば B クラス記憶処理を実施する。成熟した SCP-1879-JP のオス個体には植物、メス個体には動物の体液を注入する。完了した個体は樹脂を用いて密封、固定した後、所定の樹脂標本保管区に搬入する。保管区は地下サイトを設置し指定する。将来的な SCP-1879-JP の適切な利用を可能とすべく、ピクトグラムを含む複数言語で生体構文子の物理、化学的性質並びに研究史を石板に刻印する。基本理念、太古の贈り物は既存の樹脂貯蔵庫を保管しうる道具だ。悠久の時を超えた未知への生物の権限が可能ならば、それは我々とて同じことである。過去と相まみえたその時点で、我々は未来への切符を手にしていたのだ。我々は常に成功者の地位にいたわけではないが、今夜の発展は常に背後に豊穣たる自然界があったがゆえである。我々がいなくとも彼らの大多数は変遷と繁栄を遂げるが、彼らなくして我々は生きる術を得られない。文明を支える砦として、未来へ繋がる扉として、今ある地球表層の多様性を可能な限り眠らせておく。沈黙の中に佇む箱として、天然の節道に縛られず、ただ大地の残る限り埋もれさせる。我々自身が本プロトコルの恩恵を享受するかは見当もつかない。しかし、我々が再び危機に瀕するとき、存亡が風前の投下と化すとき、祖先がそうしたように、永劫たる系譜の糸を次世代に繋げなければならない。我々の子孫がいつの日か頼ることのできるよう、選択肢を杖させてはならない。無数の火種に包まれたこの地球上において、刹那的思考に甘んずることなかれ。日本支部理事会一同。追記1。第1回保管区選定委員会は保管区設置の候補地に以下の基準を設けました。地盤の安定性。近傍の活断層の不在。近傍の活動的火山帯の不在。100メートル程度の海深に対する岩圏性。以上の基準から苫小牧市、日高山脈、福島県阿武隈山地、岡山県吉備高原の3地点が選定されました。主に白亜系の花崗岩類で構成される阿武隈山地が最有力候補として検討されています。追記に、第2回保管区選定委員会が将来的な表記の到来に対する岩圏性を評価基準に加え、北海道地方及び東北地方は表記における発展の困難性を根拠に候補地から除外されました。
残る吉備高原への保管区の設置が正式に決定され、地盤の最終調査の後に着工が予定されています。事案1879-1。北緯34度56分、東経133度46分地点、岡山県吉備中央町。での地盤調査中、地下メートル地点で未確認の人工施設が発見されました。施設は現代よりもやや原始的な技術で建設されています。遺跡内には金属製の棚が並び、マダニ科に属する未確認のクモガタ類個体を含む、天の樹脂標本が保管されていました。全標本の回収後、複数の樹脂標本からマダニを摘出したところ、原生種と一致しない塩基配列を示す血液サンプルが採取されました。そのうち複数は下記に示す絶滅種との一致が確かめられています。オオサンショウウオ、アンドリアズ・ジャポニカス。スッポン、ペロディスカス・シネンシス。トキ、ニッポニア・ニッポン。ジャイアントパンダ、アイラロポダ・メラノレア科。ヒト、ホモ・サピエンス。マダニ標本は SCP-1879-JPD に指定され、現在は取り扱いが審議されています。以上です。いかがでしたでしょうか。それでは、チャンネル登録、Twitter のフォローなどよろしくお願いします。